シクルクルバイシクル始まりました。バイシクルバイシクル安田大佐が団長安田でございます。この番組は足立区の北千住千住ハウスよりラジオつくばインターネット放送局 C ウェーブそして楽天 FM ホタリスでお送りします。メールアドレスは団長アットマーク FM842.jp DANCYO アットマーク FM842.jp でございます。お便り募集しております。どんどん送ってください。というわけで、サイクルモード、終わりまして、はい、毎年ね、大体3日間入ってたんですけど、今週はね、今週とか今回は、1日だけの、出演やったんですけども、まあ、トライアスロンの結果報告とか、まあ、自転車イベント、そして、子供たちと一緒に、まあ、自転車のお勉強をするようなブースをやらせていただいたんですけども、うん、やっぱりいいですね。自転車のメーカーが一堂に会してダーッと来て、いろんなグッズが見れたり、いろんな、なんかこんな便利なもんあんねやとか、選手が来ていたりして、本当に自転車がのなんやろ、お祭りがぐっと凝縮されたイベントになっていて、でね、一昔前はもう本当にサイクルモードだけやったんですけども、最近は、埼玉の、ツールドフランス埼玉クリテリウムがあったりとか、自転車イベントが最近は充実しております。そしてジャパンカップもありましたし、はい、でまあ、僕なんかも、自転車イベントに呼んでいただいていろんなことをしてるんですけども、今年はね、埼玉県で、いろんなこんな乗るとこあるよとかっていう、こうテレビ埼玉の番組が始まったり、J コムの、番組をやらせてもらったり、でアクトオン TV ももちろんありますし、でこの番組も、バイシクルバイシクルがあって、で J スポーツがあったりで、まあ、特番で、テレビ愛知で、サイクリングの番組をさせてもらったりとかしてて、考えるとね、でロードレース TV っていうのがアベマ TV でも始まったんです。俺ね、7本やってたんですよ、うん、自転車芸人ってね、芸人の部分ないやんみたいなことなってて、でマネージャーにね、ちょっとバラエティというか、なんかちょっとちゃうの出なあかんちゃうって言ったら、いやそうなんです、たまに呼んでいただくんですがスケジュールないんですっていうね、ほんとね、8割自転車、2割もないぐらいちゃう芸人で、月金っていう大阪の番組は、まあ、情報番組の MC を1曜日、火曜日だけやらせてもらってるんですけども、でまあ、月曜日から金曜日まで、月曜日がまあなんかショッピングだったり生活だったりいろいろ分かれてるんです、テーマ。月曜日から金曜日まで、で火曜日が、スポーツをテーマにしてるんで、自転車の日とスポーツの日だけなんですよ俺今、大丈夫かなと思って、なんかこうスケジュールもね、まあなんとか埋まってて、まあ、収入も別にそんな下がってるわけでもない、まあ、たくさんもらってるわけでもないですけど、なんか不安ですねこれ、ネタも随分やってないですし、うん、で月に1回か2回はヒロ君とクロちゃんと、まあ、頭に置いて、まあ、ネタやってるって言っても新ネタでもないですし、うん、で言ってちょっとこれはでもお笑いやりたいけど、まあ、クロちゃんヒロ君のモチベーションがね、まあ、1回ネタから離れるとね、これはスポーツと一緒で結構大変というか苦しいというか、なかなかこうもう一回立ち上がろうっていう気持ちが起きないのか、まあ純粋に今はネタやらなくていいのかっていう思いか、うん、あまり乗り気ではなさそうなので、一個ね手を考えたんです。はい、新しい安田大サーカスを作ろうと。はい、で新しい安田大サーカスを作ればあいつらも焦るだろうし、うん、まあ焦らなくても、まあ、僕はとりあえずネタをちょっとやりたいなと、うん、思っていたので、大阪で、いつもいるメンバーがあるんです、
はい、ダイソー光国、そして花井二等兵、そして僕、これ3人で大体いるんです。でいる中でせっかくいるだけやったらもったいないな、ネタ書こうかというか、まあ、ネタやろうかみたいなんで、でまあ僕トライアスロンもあるし、ネタ書くとなったらもうほんま時間かかるし、夜中までかかるし、朝までかかったりも平気であるので、ネタの部分任してええかと、うん、でまあ今実際に花井二等兵、ダイソー光国っていうのはまあネタというか芸人の部分でご飯は食べれてないです。ダイソー光国に関しては、子供3人男の子、そして、マンションも買い、で奥様もいますの中、なかなか収入的には辛いっていう時に、まあなんかネタやって一個でもなんか収入になればねいいかな、花井二等兵にしてもそうですし、僕もお笑いやりたいっていう部分もあるしっていう、お互いのメリットが合致したので、じゃあやろう。でネタは、ダイソー光国に花井二等兵でやってくれと。でどんなネタするってなって、で一個出たのがあのゆるキャラ、ゆるキャラブームに乗っかって、俺がゆるキャラになり、まあ、3人ともゆるキャラっていうのもありやなっていうのもあるんですけども、まあ、僕はあの鳥取県のふるさと親善大使をやっているので、その絡みから僕がカニになり、で僕は団長ってバラさず、でゆるキャラっておかまおらんなってなって、お姉のゆるキャラで、でカニで、で困ったら泡吹いてたらええんちゃうみたいな、からもしかしたら鳥取の非公認のカニのゆるキャラがこの半年以内ぐらいに出てきたら、あのここ聞いてる人だけには言います、俺です。はい、で花井二等兵とかダイソー光国に引き連れてたら完全に俺です。はい、ここだけの話にしてくださいね。でもね、はい、でもまあどういう風にしようかなとか言ってて、んでまあその打ち合わせが結構楽しくて、打ち合わせの中ででも鳥取だけというより頭はカニで鳥取でとか、なんかお尻の部分はフグで山口県とかやったら全国にしてしまえば、あどれか引っかかるんちゃいますっていう話から、でも体全体で全国をやるとなると結構大変なんです。で鳥取カニでしょ、で北海道もカニやったりするでしょ、で福井もカニやったりするでしょってなって、あこれは鳥取のゆるキャラのカニ太郎としていたり、北海道のカニとしてカニ子さんになったり、一個のカニで3件4件賄えんちゃうかと、でいうのでやると、まあ20個ぐらいやっときゃまあ地域のなんかこう名産ってかぶるんちゃうっていうので、やるかも分かんないので、全国のゆるキャラを出てきだしたらそれも多分俺です。はい、なので、ゆるキャラグランプリ、それで、ね、上位に入れば営業もありますし、ダイソー光国が、まあ、横でそのゆるキャラって横でお姉さんがいたりするでしょ、説明のあれがダイソー光国やったり花井二等やったりするとなんかこう掛け合いができて楽しいんじゃないかなというところなんですけど、でも横でおる人のゆるキャラの時って大体喋られへんゆるキャラやね、喋んのに横でいる必要ないねんけど、うん、そうやってトリオで、ね、薄毛のおっさんと、メタボのメガネのおっさんとゆるキャラ、うん、なんか楽しいかなと思うんですけど、それでまあ漫才でもできたらなと思ってるんですけども、まあ他の案もあるので、また発表していきたいと思います。応援よろしくお願いします。
お願いします。はい、どうも、ハイボールを作るときは、多くても2回までにしてください。かき混ぜないでください。あんまり。特訓です。よろしくお願いします。いや、これ何のこっちゃ分かんないと思うんですけど、はい、こうハイボール、僕お酒をこう作って飲むんですけど、はい、お酒やっぱのあんま飲まない方とか、ハイボール作るときにウイスキー入れて炭酸水入れて、うん、むちゃくちゃかき混ぜるんですよ、うん、もうそうしちゃうと、もう炭酸抜けちゃって、うん、もう普通のウイスキーの水割りになっちゃうので、うん、やっぱハイボール楽しむときは炭酸を楽しんでるので、うん、こっちも、はいはいはい、あれね、1回半ぐらいで大丈夫です。はい、ありがとうございます。 そうですね、ありがとうございます。いい情報ですね。そうですか、はい、みんな聞きたかった情報、ミックスジュースさんが聞きたかった情報ですかね。ミックスジュースさんは、はい、いやまあね、そうですね、はい、はい、ぜひ試してください。はい、ありがとうございます。はい、さあ、ラジオネームダイモンカカからお便りが来ております。団長、男子のアスリートを自転車アイドルにしてしまうのはいいですねと。おー、エグザイル的なパフォーマンスを取り入れたら絶対人気出ますよと。確かに、うん、でもどうやってエグザイル的なパフォーマンスを取り入れるんやろ。自転車に乗ってこう音楽に合わせてこう踊るとか、まあ、BMX やったらできますもんね、はい、そうですね、うん、BMX ライダーで、 BMX って基本的に個人対決、はい、うん、で、まあ要はフィギュアみたいにぐるぐる回ったりとかいろいろできんねんけど、これがなんかこう新体操の団体みたいに、はいはい、でなんかこうみんなで合わせるっていうのはないと思うねんな。あ、はいはい、あんま見ないですね、うん、こう1対1の感じですもんね、うん、対決もんなので1対1の、はい、これなんかみんなで合わせてチームでやるっていうのは一個見せ物としては面白いかな。確かに。だから BMX って今団体はないと思うんですけど、うんうん、団体競技も作ればなんか楽しくまたね、ちょっと広がりそうですね、うん、まあ、場所がそれだけいるやろうけどね、はい、まあ、普通の新体操とか普通のダンスは人だけやけど、そこから自転車の分あるから、うんうん、でもこれがまあ3人なのか5人なのか分からんけど、そうですね、うん、でも3人5人ぐらいやとこうみんな揃ってビシッと決まると圧巻やと思うけどね、うん、結構見栄えというか、うん、すごいですよね。新体操好きやね。あ、なんかね言ってましたね、うん、新体操、うん、でも俺個人はそんなに興味ないねんけど、へ、新体操の団体は好きやねん。へ、ロシアが、うわ、美の国、美女の国ですよね。ロシアの団体はすごいね。まあ、オリンピックでも上位の国ですもんね。上位どころかもうチャンピオンです。チャンピオン、うん、知らん情報から絞り出してお前できるのこと言うなよ。いやいや、まあ、そうですね、ロシア勝てないよな。勝てないか、ずっとチャンピオンってことですね、うん、ずっとではない、ずっとではない、うん、余計なこと言わない方がいいですね。シンクロも好きやね、はい、あ、そう、見るんですね意外と。見る見る。シンクロも結局団体が好きやね。あ、団体競技、うん、で日本とかも見るけど、まあ、でも好きって言ってもほんまにただ単にそこロシアとか、まあ、トップクラスを見たいだけで、真ん中ぐらいのクラスはそんなに俺見ない。あ、そうなんですね、うん、後で録画でもう飛ばして、うん、なんか気になる国だけ見るっていう感じやから、そんな責任を持って好きとは言えないけど、大好きですじゃなくて、大好きですではないけど、うん、なんか見てて楽しいなるぐらい、詳しくもないし、あ、そうなんですね、うん、だ日本も見るし、あ、うん、いや僕で言う、まあ、サッカーの日本代表みたいな感じかもしれないですね、うん、多分ここ J リーグは多分あんま見ないんですけど、うん、やっぱ代表戦とか、あれでしょ、代表の本田って言ったら本田康人やと思ってるんでしょ。いやそんなわけないじゃないですか。え、本田はもうあれ本田ですよ。ホンダ、下の名前ちょっと出てこないですけど、何や、もうあのホンダですもん、あ、そう、今ときめくホンダですから、はい、香川って言ったら香川照之さんや思ってるじゃん。いや、そっちもチラッと浮かびますけど、香川はもうあの
あの香川ですよ。ちょっと下の名前出てこないですけど。ドカベン、ドカベンでしょ。ドカベンじゃない。ドカベン香川でしょ。ドカベン香川じゃないです。昔のあの近鉄の選手ですね。じゃないですよ。近鉄じゃないからね、まず。またお前しょうもないお前の間違った情報をお前放送で流しやがって。何回や。何回、そう、何回ホークス。うん、そうです。何回ホークスです。何やねん、近鉄ですねって。はい、いやいや、いなんか近鉄は金村さんとか。金村さんだ。そうです。うん、すいません。いや急に息が上がってまいりました。失礼しました、まあ、ビッグスジュースさんが好きな回になったと思います、はい、やめてください本当に。この回、いやいや、この回が一番良かったって言われる。いやもうやめてください、うん、もう本当に申し訳ない、すいません、はい、そうですこれですよね、団体競技ということで、うん、BMX 団体やったよな、一回言うてみよう、団体ねやったらどうですか言うて、うん、うん、なんか団体で揃うのって見てて気持ちよくない？気持ちいいですね、うん、やっぱり。それで言うとアイドルもそうでしょ？そうですね、同じ理論でしょ、その個人のアイドルより、そうですね、グループ団体のグループの方が人気で出したっていうのはきっとだって、あれが、はい、例えば指原が今ね、もう1位とかなってますけど、はい、指原がもともとそのフリーいや一人でもっと出てたらそこまで人気出たかとか、はい、ね、難しそうですよね、前田敦子にしてもそうやし、はい、うん、大島優子にしてもあの団体にいるから光る人もいるし、団体で揃ってる中のなんかこう光る人を見つけるっていうのが楽しいから、うん、それはあるかもね。エグザイルとかやっぱりこう団体でわーっと迫力あるから、そうですね、うん、でそんなでその中でこの人がタイプだとかこの人が好きやとかってなって、で個人で出てても好きになるけど盛り上がってきますもんね、うん、だからそういう意味では安田大サーカスももっと増やして、うん、団体でピシッと揃うようなネタを、うん、考えた。あ、そうですね、あの、あ、でもあの前何ですっけ、安田大家族、うん、結構こうビシッと揃うネタありませんでした？ヒップスラップオーケストラで、あ、ヒップスラップオーケストラ、体を叩いて音を出すっていうね、あれもすごいですよね、うん、みんな見事に、練習は全然みんなしないですけど本番だけすごい揃うっていう、揃うな、うん、あれはだから昔もう今はないけどフジテレビの隠し芸でやったのを大阪に持ち帰ってやったから、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、そうなんですね、まあ、やっぱすごいものをただすごい持ち帰って、持ち帰ったらやったらすごかったっていう、はい、大阪でやっててもバレないので、あ、バレないの、はい、やってたと。でもでもそのうちだんだんね、その何ていうの、その隠し芸でやってたのバレんようになったから、はい、やってるだけで、もうでもその安田大家族の活動もね、はい、食べ盛りっていうユニットやねんけど、あ、はい、うん、安田さんが昔やってた、だから本当に今お笑いがしたくて、うん、お笑い熱ってやっぱこうちょっと出てきますよね、時期で。え、お前熱あったことあんの？いや、僕はずっと熱出しっぱなしですよ。あ、そう、はい、これでも熱出してそれ、いや、ちょっと熱出すぎちゃったのかな、ぼーっとしちゃってるかもしれないですけど熱出てるとこ見たことない、ね、あ、本当ですか、はい、頑張ってます、はい、まあでもネタ作りをやりだしてちょっとまた楽しい、あ、そうだっていうのも、うん、やらなかったやらなかったって別になんかふわーっと忘れていくねんけど、やりだしたやりだしたで、いや、もうちょっとこうやったらああやったらとか、うん、例えばさっきも言ってたけど全国のゆるキャラを一人が補うとか、すごいですよね、うん、それはまさいないですしね、うん、やっぱりあと一個案があったのはね、はい、あの、なんちゅうの、顔出すやつあるやん、観光地行ったら、あ、はいはい、あの体がなんかこうなんかキャラクターになってて、はい、顔だけ出したりとか、はい、駅員さんになれたりとか、忍者になってたりとか、忍者になれたりとかっていうやつあるやん、はい、あれ付きのゆるキャラってないなって言って、あれ付きのゆるキャラ、うん、え、どういうことですかこれを、え、あれ付きのゆるキャラ、うん、だからあれが顔出しパネルがついたゆるキャラ、顔出しパネルがついてるんですか、だからこう何、写真一緒に撮りましょうって言ったら、はい、普通にふなっしーとか、はいはいはい、熊も猫でハイポーズってなるけど、はい、こう手を開けたらこうなんちゅうの、顔出しのが顔出しの枠が出てきて、
でこの顔出しからその記念撮影できて2人ともゆるキャラになれるっていう。あーなんかちょっと嬉しいかもしれないですね、うん、こうしたらなんかね毎回ゆるキャラ相方が変わっていくみたいな、うん、そうだ脇を広げてたらなんかこうマントみたいになってで、はい、そこが下ゆるキャラなんか忍者とかなってて、はいはい、でその顔出しができるっていう。あ、うん、いいですね。だから今ね、はい、お笑い熱がって言うたけど、はい、ただのゆるキャラですよ。そうです。途中から僕もちょっと思ったんですけど、うん、新しいゆるキャラのアイディアですよね。ゆるキャラアイディアね、うん、今まあ伸びたり、うん、あとまあほとんどそのままやん人のままやんとかっていうのも、はい、ありますもんね。足がもう全部出てたりもうだから結構出し尽くされてる中、うん、でもゆるキャラブームというか、はいはい、ちょっと一段落でしょ。ふなっしー、そうですね、とかクマも、はい、も相変わらずやっぱ人気は定番の人としてあるけど、はいはい、さあ新規参入でどうやってこの人たちをこう、はい、もう喋るしね、っていうと何が待ってるやろうってなった時に、うん、その顔出しパネル、顔出しパネルっていうのが一個出たのと、まあ、全国っていう、全国、はい、まあでもゆるキャラ本気でやってる人からしたらお前なめんなよ。ゆるキャラなめんなよ、中身僕入ってますからねじゃないんだよって、うん、言うんじゃねえよ言うんじゃねえよって言いますから、うん、いやそうです ね、 ねだ 顔出しパネルのゆるキャラが出てきたらもしかしたら、うん、俺かもしれないかもしれないですね、うん、お笑いやりたいわ言うて結局自転車とかスポーツとか秘境駅とか、ええ、ゆるキャラの仕事になるね、うん、いやいやいや、またお笑いから離れることになるよこれ。いやなかなかですね、やっぱ戻ってくるの大変ですね、うん、ネタやるって言っても、まあ、大蔵水君に花に届いてやるときは、うん、なんかネタの方がいいんかもね、漫才、あ漫才とかの方がやっぱ、うん、で大蔵水君にもやっぱりネタをやりたいねんって、漫才を。あそうなんですね、うん、憧れの職業が、俺も漫才師なので未だに、はい、いやまだもう漫才師じゃない、漫才師ではないので、いやいや M1 とかやっぱね、うん、言ってますし、あれはもう祭りの M ですし、あの決勝上がってませんし、いやいやもう準決勝常連じゃないですか、うん、漫才風のことをやっているだけで、全然まだまだやりたいことできてないので。あそうなんですか、自分の思い描いてた漫才、うん、まあ、まあそうそう、おしゃべくり漫才というか、こう自分の人となりを出せるような、はいはいはい、うん、自分のバックボーンというか、あ、うん、っていうものをやったことがない。そっか、竹内さんの時ももうそうではない、ではなかった、ではない、うん、飛び道具的な漫才じゃなく飛び道具的な漫才、うんうん、ちゃんと、うん、だ中明さんとか藤戸増田岡田さんとかみたいな、まあまあ同じものには絶対ならないですけど、うん、漫才というものをやりたいで、大阪でなんかね賞でも取れたら楽しいなとは言って、でね、そうなると新しいコンビなので M1 も出れるので、そういう風にチャレンジをするというモチベーションがないと、やっぱ安田康さんも M1 も出れないし、うん、そうですね、なんかモチベーションをどこに持っていったらいいかっていうのはちょっと難しいところで、新しいコンビでもう一度こう、はい、ね、若い人たちの中に入ってこう対決するっていうのはちょっとでも楽しいかなと思うけどね。若手の枠が1個減るんでやめてもらっていいですかね、うん、そういうこと言うてるからダメなんだと思いますよミックジュースさん、はいというわけで、ボコボコです今日、安田大サーカス団長と、はい、特訓でした。ミクジュさん、また来週。すいませんでした。